はい、ということで皆さんこんにちは、ショータイムです。今回はですね、先ほど終わったばかりの J1 第23節サムレッチ広島対浦和レッズの試合について、いつも通りですね、試合後感想の方を喋っていきたいと思います。いやー、久々にちょっとね、早く動画が撮りたいっていう感じで撮っているので、めちゃめちゃ楽しかった、今日の試合だったので、ね、早速、喋っていきたいと思います。このショータイムはですね、普段、広島を主に取り上げているチャンネルでもありますが、J リーグ大好きな人間としてね、J リーグの魅力を発信しているチャンネルでもありますので、ぜひぜひチャンネル登録、高評価の方、ご協力よろしくお願いいたします。そんな感じで早速喋っていきましょう。はい、ということでですね、早速、本日6時キックオフで行われました、J1 第23節、サムレッチ広島対浦和レッズの試合についてね、試合後感想、大まかな内容であったり、内容をね、喋っていけたらなと思っております。試合前生放送というところ、おとといですね、の夜10時半というところから、裏木チャンネルさんとコラボさせていただいて、そのね、動画見てくれた方、生配信見てくれた方ならわかるのかなと思いますけれども、どちらもね、得点力不足に苦しむという中で、0-0 だったり、0-1、1-0が、無難なんじゃないのかなという予想をした中で、この試合が始まりました。ちょっと広島のスタメンの方から見ていきましょう。予想スタメンというところですね、正直前節から、変わるのかというところを僕自身、予想しておりましたけれども、まさかのまさかですね、怪我明け、もう数ヶ月ぶりの復帰の満田選手が、復帰後即先発ということで、ここはね、ちょっと正直びっくりしたところでもありますし、もちろんね、前節エゼキウ選手が怪我をしてしまったことで、他にね、柴崎選手だったり、いろんな選手はいますけれども、ちょっと手薄な状況、シャドウというところが手薄な状況の中で、三田選手がまさかの先発というところで、前半の45分で、交代はしたんですけど、そこはね、今後おいおい時間が伸びてくるところだと思いますし、ほぼ前半の45分っていう決まった中でのプレー制限だったのかなと思いますけれども、途中からちょっとでも出ればいいのかなと思っていた僕自身からすると本当にびっくりした、この即先発になりました。そこ以外が変わらずという形でですね、システム上というところで、加藤睦月選手が、前節はソティリュー選手と2トップという形で、ワンシャドウ2トップという形だったんですけど、今日のシステムのところで言うと、ちょっと落ちて2シャドウ1トップ、ソティリュー選手の1トップっていう形の、布陣がね、スタート石という形になりました。ベンチというところもですね、中野選手があって途中から小清水選手が出てきたりというところもありましたが、ちょっとずつ変わってというところになっております。対する浦和レッズですね、浦和レッズも裏木チャンネルさんの方でも、ご紹介いただいたところでほぼほぼ変わらずということがありましたが、怪我明けの復帰の秋元選手が、そのまま即先発というところで左ハーフに入ったりというところがありましたがね、他は変わらず右に大久保選手、トップ下に安井選手で補正観点選手という形になっております。そんな感じで始まった、今日の試合というところですね。立ち上がりから、三田選手が入ると本当に変わるというか、プレッシングの部分含めてですね。今日の三田選手の、試合前のインタビューとしても、攻守においてスイッチを自分が入れていきたいというところを、話してくれておりましたが、本当にその通りのようなプレーをしてくれて、守備の含めてですね、かなり前線から追う。前節含めてですね、前線からの守備というところは、できてないわけではなかったんですけど、しっかりとこの三田選手が統括をして、やっていくことによって、加藤選手の、献身性であったり、ソティリュー選手をね、どんどん動かしていくっていうところを含めて、より、伸びてきたんじゃないのかなと思いますので、ここは、ちょっとね、この後、もしかしたら動画出すかもしれないですけど、マルコス・ジュニョル選手が、新加入として入ってきましたので、ここ含めて、ちょっとね、もう、浮き浮きが止まらない、このシャドウ争いということになっておりますし、三田選手含めて、もっともっと試合を重ねてくればですね、シーズン終盤に、コンディションというところも上がってくるのかなと思いますので、今日は前半45分のみの出場にはなりましたが、久しぶりの試合でさすがのプレーも見せてくれましたし、ここからの期待というところも待つばかりですので、ちょっとね、怪我には気をつけながら、また次節以降も期待して見ていきたいところでもあります。そんな中で、入りとしてはですね、本当に悪くなかった広島ではあったんですけれども、前半29分というところですね。ちょっとルーズな展開になってしまって、裏の自陣のロングボールですね。ホイブラーテン選手の左足のキックから、ポケットのところ、センターバックとミッドフィルダーの間のところですね。で、ホセカンテ選手に受けられてしまって、ターンをされてしまって、結果的にミドルシュート5ラストを決められてしまったという、先制点になりました。ここはですね、本当に広島が改善していかなければならないところだと思いますし、無失点をね、ここから、
増やしていく上ではですね、ああいうまあルーズな本当にマークのつき方は、まあこの次節の川崎フロンターレ戦だったりもそうですけど、本当に前線にはね決定力の高いフォワード陣は揃っていますので、まあああいうちょっと隙を当ててしまうとまあやられてしまうよねっていうのが、まあ上位争いの現実なのかなと思いますので、まあここは本当に改善して、まあ荒木選手と佐々木選手のところかな、まあちょっと2枚もいましたので、ごたごたってなった部分はあったと思いますが、まあちょっと気をつけて次節以降戦っていってほしいのかなと思います。まあそんな感じで、まあ前半というところを終えましてですね、後半というところ、まあ三田選手は45分というところで変わって、三田選手と中野選手が変わったのかな、で右に小清水選手が入って、そのままシャドウの位置に、あ、いや、ワンシャドウというとかトップ下に加藤美月選手が入って、ソッティリュー選手とドーグラス選手というツートップになりました。まあこれもですね、前節というところなかなか途中出場の選手が、起爆剤として、発揮することはできなかったんですけど、まあ J リーグ屈指のセンターバックを兼ね備える、まあ、ショルツ選手、ホイブラッデ選手に対して、まあ、収めるところを収めるというところであったり、まあ、ドーグラス選手とソッティリュー選手の関係も、ね、本当に良くなってきて、まあ、加藤睦月選手もそれに合わせるパスであったり、まあ、献身性というところもね、多く発揮してくれた、まあ、後半だったのかなと思いますので、まあ、ドーグラス選手含めて本当に、まあ、コンディションも上がってくれば、先発というところもあるのかなと思いました。そんな感じですね、試合も続いていく中で、本当に、広島は、まあ、相変わらずと言っていいほど、枠内シュート含めてですね、シュートのチャンス、というところです。本当に多かったんですけど、まあ決め切ることができず、プラス、まあね、かつて広島で活躍してくれた西川選手の好セーブというところがかなりありまして、まあ点が取れないという状況の中でですね、迎えた69分ですね。飲水前、直前のところですね。右センターバックの塩谷選手の縦パスがズバッと入って、まあそこでキックフェイントでホイブラテン選手をかわして、待望の加藤睦月選手が移籍後初ゴールを決めました。いやちょっとね、正直この試合というところは移動中の電車で見ていたんですけれども、かなり鳥肌立ちましたね。もう声を出したいぐらいの電車の中で声出しちゃダメなんですけど、出したいぐらいの、まあ、加藤選手が、まあ、覚悟を持って広島に移籍してくれて、まあ、前節というところ結果を残すことができず、インタビューで僕の責任だっていうところの背景であったり、まあ、なかなか、この6試合勝ちがない状況の中で誰が決めるんだというところで、まあ、若き、日本人ストライカーになるであろう加藤睦月選手が落ち着いた、決定機というところで決め切ってくれてね、本当になんか救われたというか、まあ、このままずるずる0対1でまた負けてしまうんじゃないかっていう、まあ思ってはないわけではないですけど、ちょっとねまたいつもの流れで、また負けちゃうんじゃないかっていうちょっと嫌な気持ちがあった中で、まあ払拭してくれる、値千金の同点弾ということで加藤睦月選手が決めてくれました。いや本当に、まあ、ここから期待していきたい部分だと思いますし、前節のね、ツートップのところで、かなりチャンスというところはね、作っていましたが、まあ、今日はシャドウというところ1個落ちて、もう、まあ、加藤選手の良さというところもありましたし、逆にね、この2列目からの飛び出しというところで、ホイブラテン選手も掴みにくかった部分はあるのかなと思います。まあ、そんな感じで、裏列というところもですね、追いつかれて一気に広島ペースという中で、柴戸選手、中島翔也選手、そして興梠選手をね、入れてきて、まあ、どう、にか、流れを変えていこうというところありましたが、まあ、広島の流れ、ペースは変わらずに、決勝点ですね。夏男、ナッシム・ベンカリファが93分、決めてくれました。まあ、正直あの中でですね、まあ、半カウンター、ショートカウンターみたいな中で、右というところも、オーバーラップで来てましたし、左というところまで選択肢があった中で、うわ、ナッシム選手打つんかって、正直打つ前は思ってしまったんですが、本当にのゴラッソで、ニアハイですね。まあ決めてこうやってね、決めた後にこうやってやってましたけど、正直もう言葉が出なかったですね。はい。まあナッシム選手もね、まあスタメン、長らくスタメンで活躍していた今シーズンあったんですが、まあなかなか得点も取ることができず、加藤選手が夏に入ってきて、まあソテリュー選手が怪我から復帰して、まあベンチからのスタートというところになった前節、今節であったんですが、まあ俺もいるんだぞ、夏男、ナッシムということで、値千金の逆転弾を決めてくれました。いやーもう本当に言葉はないですし、僕が語ることでもないと思いますので、もう一回ねこの動画を見た後にぜひぜひハイライトを見ていただけたらなと思います。まあそんな感じで、最後ね93分というところに逆転弾を決めて、結果97分までもつれ込んだこの、上位対決と言っていいのかちょっとわかんないですけど、因縁の対決、浦和レッズ対サンフレッチェ広島、見事、逆転でサンフレッチェ広島が2対1で勝利を収めることができました。そして7試合ぶりの勝利かな、6試合勝ちなしでもありましたので、7試合ぶりの勝利ということで4位の浦和レッズを下すことができて、また上位争いに食い込むことができる大きい大きい勝ち点3になりました。
まあ、プラスですね、ツイートの方もさせていただいたんですけど、この試合はですね、広島が、まあ、忘れてはならない PS マッチということで、イニエスタ選手のあの、ヴィッセル神戸戦以来の、指定席完売ということにもなりましたし、いろんなね、まあ、三田選手が怪我から復帰即先発っていうところでもあったり、野津田選手が J1 通算200試合のメモリアルゲームであったりと、本当に、まあ、サポーター、選手含めてですね、負けられない一戦というところは、重々承知ではありましたが、まあ、なんとか勝つことができて、本当に、嬉しかったですし、まあ、見ている、現地に、ね、見に行った方、まあ、ダゾーンで見ている方含めて、本当に幸せな、一日になったのかなと思います。まあ、長々と喋っても正直もう20分、30分とこんな感じでダラダラ喋ってしまう、まあ、今日のね、感想動画になりますので、ここら辺で終わりたいなと思いますけれども、見事、サムレッチ広島対浦和レッズの試合は2対1で逆転、勝利、サムレッチ広島が勝利することができました。はい、ということですね、今回は、本日行われました J1 第23節サムレッチ広島対浦和レッズの、試合後感想について喋らせていただきました。まあね、ちょっと僕の方も忙しくね、なかなか、動画というところ上げられておりませんが、また週明けのところにマルコス選手の、移籍の動画というところもちょっと撮りたいなと思っておりますし、まあ、まだまだ広島諦め取らんぞということで、まあ、上位もね、ちょっと苦しんで、結構僅差の状況になっておりますので、まだまだ諦めず、優勝も諦めず、そして ACL 争いというところも諦めず、まずはね、サポーターが応援してい、いきたいなと思います。まあね、ここ数試合というか、夏入って7月以降ですね、6試合勝ちなしということで、本当に、まあ、サポーターとしても、かなり、まあ、文句だったり、イライラが溜まる、試合、日々を送っていたのかなと思いますが、まあ、こうやってね、改めて、久しぶりの勝利をすることによって、再度、広島の愛、広島のサポーターとしての、本当に大好きなんだなというところを認識することが、再認識できましたので、まあね、サッカーのチームでも、スポーツでもありますので、負ける時もあれば、勝つ時もあるということで、本当に苦しい夏を乗り越えた大きな大きな一勝となりました。まあ、ここからね、本当に上位に食い込んでいくためには、まあ、僕も本当にそうですし、サポーターがね、後押ししていく必要があるのかなと思いますので、新戦力、加藤選手、マルコ選手を加えた中で、まあ、今シーズンどこまで、上位に食い込んでいけるのかというところをサポーターでも応援していければいいのかなと思います。そして、このチャンネルもですね、広島を主に取り上げているチャンネルではありますが、もう本当に諦めず全力で頑張っているチャンネルでもありますので、ぜひぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。そんな感じでまた次回の動画でお会いしましょう。今日もご視聴ありがとうございました。ではまた、ボーイ、皆さんお疲れ様でした。